ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラチェケラゴルフ今回はですね、はい、オファーしてようやく来てくださいました。いやそれにはあながち間違いはないですね。いやでも僕もやっと YouTube 始めたということで、そうやっとコラボするね、はい、甘い蜜を吸わせていただこうと思います。はい、堀川ミクププロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ゴルフ対決中でして、はい、ね、まあ、そうです。違うの？実はそうです前編は、はい、堀川ミクププロの YouTube チャンネルで上がっておりますので、はい、そちらをご覧ください、はい、そしてなんと片手でやってるんですよね。はい、そうなんです。ルールは今回、うん、ハンデキャップはどういうハンデキャップにするかというと、そうそう、片手対両手。まさかさ、片手にさ負けられるわけないじゃん。さすがに片手で勝てるわけないですよ。てさ聞いた時さ、え、片手でやんのしかも60代を目指してる人が片手に負けるはずなどないということででもなかなかいい勝負なんですよ1ホール目やってね、そうそうそう、まあ、2ホール勝負っていう形で、そうだから今回は、まあ、360ヤードぐらいのパー4なんですけど、はい、これはちょっと負けられない。これはまあ2つで届きますからね、うん、まあ、パーか ボギーかってとこじゃないですか、うん、まあ、いい勝負すると思いますよ。そうそうそう、確実に私はパーでいきたいなと思ってるんですけど、はい、じゃあ僕も、はい、まあ、パーで相手のミスマッチじゃないけどね、まあ、バーディー取るイメージは片手やったことないんで、はい、初片手ですよ練習ではちょっとなんか50ヤードぐらいやりますけど、フルショットとかやることないんで、あのドライバーとか打つとき右手で打つのはもう昔のテニスの感覚ですね。ああ、テニスやってたんだ。テニスやってました。はい、じゃあ僕が勝ったら、うん、このグローブこのグローブ、グローブしない僕がこのグローブをもらえるという、なんともなんか他のなかったのかみたいないや結構さっきつけたらね、ちょっと面白い感覚だったんで、はい、そう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 、なんで私が勝ったら18日のチェケラーゴルフのコンペの協賛品をいただこうと思います。でさ、オンラインサロンやってるでしょ、はい、だからその方たちが使ってくれたらいいなと思って。そうですね、はい、じゃあその方たちにプレゼントっていう形で、はいはいはい、ではやっていきましょうか、はいはい、2番ホール、まあ実質最終ホール、はい、よし行ってみよう。行ってきましょう。チェケラチェケラこのチェケラって何なんですか。あのティーグランド間違えないでもらっていいですか先輩ペナルティだね。ルール無視しないでくださいよ、サッカーのレフリーみたいな服装してんだから、ね、まあねよし頑張るぞ。じゃあ最終ホールお願いします、はい、お願いします。あ、おー、いやこれでんだよね。なんかこの後の僕たちのコラボのそのレッスン動画のためにうまい具合にティーショット曲げてくれますね。今出たんだよね、ちょっとあれが出んのよ。右へ左へね、飛ばす練習してたらさ、まあ、対決の中安定感ゼロなの。そうですね、対決の中でもちょっとそういうのをね、そう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 、見ながらね、はい、左でってどうなんだろうな。あ、さっき右だったか。左は飛ばなそうなんだけどな。あ、でも見たいな左。左ね、いや右の方が感覚が出るけど左、いやもう分かんないけど、でも両手でいくわじゃあ。え、ルールメシやんじゃあ両手ペナ、両手ペナか、右でちょっと右で勝ちたいんで右で行かせてください、はい、おお、ナイスショー、めちゃくちゃ良くないこれ勝ったね面白い企画だわ、なかなかこんなハンディキャップないな。いや本当、まあまあ、60代目指してる人ですからね。まあ60代目指してるんだけどさ、はい、最近リアルに90代出んのよでさ、さっきみたいなきっかけみたいのが出るから、ああ、ね、はい、そう、後半ではでその安定感と飛距離って、うん、まあ相反するって言いましたけど、うんうんうん、どっちをどっちが欲しいんですか。どっち も、まあ、どっちも欲張りな女だねどっちも、まあそうだね、だって今までは飛ばなくて曲がらなかったのに、え、でも飛んで曲がった方がスコアにはなんないんだなって思った、うん、あ、そうですね、飛んでも曲がってたら、まあ、ゴルフはね、あ、うん、ラフからなんてパーオンできないし、まあそうですね、やっぱスコア出すにはやっぱまっすぐ飛ばすことが大事だな、うん、でも結構チェケラーゴルフではね、たくさんの方から教わってね、うん、なんかもう贅沢すぎる人たちから教わってるけど、本当に一番コーチいいよ多分一人のコーチじゃなくてもうみんなの意見をたくさん
そう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 。で、だいぶスイングも変わってきたんですよ。いや、すごいいいですよ。思った以上に。でね、まあちょっと話変わっちゃうんだけど、今ショルダーパッキングとか考えてて、今こういうとこではできないけど練習場では。で、肩甲骨意識してるんですけど。堀川プロ肩甲骨めちゃめちゃバッカーきますね。柔らかいですね。バッカーきますよ。肩甲骨はもう水泳で培った肩甲骨があるから、もういっちゃうからね。はい。肩甲骨は自由自在。だからそういうのとか羨ましいなと思って。まあゴルフなんて肩甲骨の閉じて開いてみたいな感じですからね。そうなんです。まあそれもまたおいおい、ね、次のレッスン動画で。となってきたら私のボールがまずどっちがセカンドオーナーなのかってところですよね。はい。うわ、カット。いやまだ勝負は勝ってないって距離じゃねえってゴルフは距離じゃないってことをね。距離分かる。モノさん短いじゃん。堀川プロある番手合ってた。どんくらいか分かんない。全然120が。じゃあまあせっかくなんで左も。あ、初めての左。なんでフェアウェイだと左がいいなって感じなんです。普段からその両手で打つクラブの8割を飛ばすっていう練習方法があるんですよ。これ飛距離を伸ばしたい人はもうみんな本当にやった方がいいんですけど、例えばピッチングで130ヤードのその8割ってだいたい107ヤードとか8ヤードぐらい、うんうんうん、で最初はみんな全然飛ばない、うん、で僕も全然飛ばなくて、うん、それをだん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 左で頑張って振るようになったら、まあ、108ヤードぐらい飛ぶようになって、そうすると両手の130ヤードがもう伸びてるんですよ。嘘。これでそうすると伸びればこっちの片手の8割もまた距離変わってくるじゃないですか、うんうん、それの追いかけっこをすればするだけアイアンの距離って伸びるんですよ。へー。だからこの片手左手1本でどれくらい飛ばせるかでアイアンの距離って本当に変わるんです、うんうん、でも左手1本って腕で振っても全然飛ばないんですよ、うん、もう下半身なんですよ。ゴルフのスイングって引っ張り合いだから右手で打つとどうしても押す動作になるけど、うん、左手1本だとこっから引っ張るのって、まあ、肘なのか肩なのか下半身なのかで、やっぱ下半身で打つのが一番飛ぶんですよね。うーん、はい、なんかもう今の説明聞いて負けそうな感じになるで、カキーンとかやったらどうする。ドチョロね。いきます。え、ちょっと飛びすぎだなこれ。ナイスオンじゃないです。見て、ちょっとビビったでしょ今。え、めちゃくちゃ怪しそう。ちょっとビビった。やだ、大丈夫かな。でも今君ビビったけど、今一番ビビったの俺だからね。思った以上に良かった。思った以上に良かった。ね。思った以上に良かったよ。見ました今の雪の先輩のキョトンとした顔、目が。目が点だよ。ちょっといい、多分いいバーディーチャンスですよ。めちゃくちゃいいバーディー。でもね、この距離感は本当今、まあ、適当。正直てか片手感がさ、まるでないんだけど。片手感ないですか。片手感ないで、本当に片手で振ってるこのスイングに右手を添えてあげるとすごいいいプレーンで動くっていう、僕はいつもそういう練習もしてるんですよね。距離は130、7番、うん、全く一緒。おお、うまい。いけ。いいよこれ。うまい。ストップ。あ、いや今乗ってった感じでしょ。乗ったんじゃない。完璧だね。ねえ。めっちゃいい勝負。よっしゃ。やばい。いい勝負。うわ、勝負やっちゃう。勝負の分け目は、勝負の分け目はグリーン上までもつれ込んだ。とりあえず。今までなかなかこんなにいい勝負ないな。いつも負けてる。いつも負ける。まだ対決で勝ったことない。なんでだろうね。相手が強い今平修吾とか。でもそうだよな。楽しいね、なんか面白い。いい勝負だからなんか面白いんだけど。間違いない。ちょっとこぼれちゃった。いや、めっちゃいいバーディーチャンスですよ。堀川プロだってバーディーチャンスでしょ。まあもう入れに行きますよそりゃ。キャリーここだったんだ。ありがとうございます。まあグリーン周りはちょっと片手で、右の方が感覚が出るんで。よしよし、グリーン乗ったとぐらいにキャリーをさせて。ちょっと
右に行っちゃったな。あ、でもナイス。嫌な距離だね。嫌な距離残った。あ、嘘。でもこれ嫌な距離、病持ってるから右手に右手がなんかちょっともう自分の意図反する動きするんですよ、たまに。もののけ姫みたいになっちゃってる右手が4ウィンですよ。お、ちゃんと補足してるね。そうだよ。誰から教わったんですか？小田孝明さん。さすがだよ、初期よめちゃくちゃいい人から教わってる。いやもうそれからマジで欠かしたことない。いやもうその教わった人たちのためにも自分がちゃんと結果出さないとね。そう、アマチュア競技でもね。そう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 。ずっと両手で滑れてたけど俺片手なんだね癖癖でずっとイメージしたけどよし、4ウィン、ウィンウィン。めっちゃいい転がりしてる。あ、惜しい。 OK、はい、いやちゃんとパー取ってきたっすね。しかもバーディー逃しのパー取ってきたっすね。右手病出るなよ。よし、ナイスパーありがとうございます同点だったけど意外とエキシビジョン行きますエキシビジョン意外と行ってみるいや意外と行ってみます。せっかくだってそのグローブも欲しいし。ちょっとこっからのアプローチ勝負。あ、サドンデス、サドンデス、サドンデスマッチ。オッケー、行きましょうか。じゃあ審判どっから行きますかこれ寄ったもん勝ち。もう寄ったもん勝ち。寄ったもん勝ち、怖いじゃん。ちょっと一応さっきのあの男性用のグローブちょっと持ってきてよじゃあこの辺で行きますか。そんなに遠くない。まあ、2人はもう乗んないとかちょっと恥ずかしいんで。乗んないはないよ、私両手だもん。だからいや僕が寄った方が勝ち。距離、堀川未来グローブデビューの時が来ました。つけてやる。ついに堀川未来グローブつけさせていただきます。グローブはもうゴルフ始めた時ぶりですね。ゴルフ始めた時からしてないし、時からもう素手のがいいわって思ったの、うん、もうこれサイズ結構あれなんですね。本当にぴったりじゃなくて多少フリーサイズみたいな感じなんですね。そうです。だから誰でもでその紐で合わせられると、あ、いいっすねいいっすねって。おお、全然そんな感覚。じゃあどっちからいきますか。あ、先どうぞ。先お願いしたい。え、そりゃそうだって。いきます。お願いしますよ先待って待って待って。グローブは、グローブどうした。グローブ、いやアプローチ右の方が感覚出るからアブローチ右の方が感覚出るから安心か。つけた意味よ待って待ってどういう安心に持ってた。一応やっぱりつけてるっていうつけてるっていう安心感は欲しいからちょっとすいません勝ちたいんで右で行かせて、で勝ってで勝ってこのままもう持って帰りますじゃあ右で行かせていただきます寄った方が勝ちですからね、うん、いやすごい、いつもよりめちゃくちゃ安心感があるいつもつけてないからいつもつけてないからよし、感覚出てきた。ちょっと上に跳ねちゃったかな、ちょっと行っちゃったな、ちょっと絶望だけ。行っちゃったの。いや感覚は良かったんだけど、安心感はあった、安心感はあったんだけどいやーすごい良かった。全然滑んない、全然滑んない、うん、フィーリング出ます。すごい出た、感覚出た、なんかすごい良かった、すごい良かった。やばいよ今度また片手勝負あったらつけていいですか。いやすごい良かった、安心感ね、すごい良かった。これグローブするとこれしかね、あのグリップないから、それがまたいいんだよじゃあ私はね、このグリップで生かして、フィーリング生かして右手、いやすいませんけど両手 で、 両手で、うん、そうそう、よし、お、あ、お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 、でれー、まあ一応、一応ちょっとでも見てみる、一応いや、強く入っちゃったわ。結果発表緊張しちゃったんじゃないですか。プレッシャーちょっとグリッププレッシャーがなんかねえ、じゃあ、あー倍以上いってね、すいません、勝ちました、ありがとうございます。ということで
このグローブそうだ、ね、いただけるんですか。はい、やったー。何枚プレゼントする。何枚でも。2枚。2枚2枚いいですか。はい、じゃあ、ありがとうございます。いただきます。いいんですか。やったー。いやー、めちゃくちゃ良かった。これ何ですか。ザ・ワン。へえ、すごい。いや、まあだから要は片手打ち勝負、まず勝ったってことだからね。まあこのグローブも嬉しいし、この勝ったことも嬉しいし、うん、ということで、じゃあ約束通りアマチュアのしない5年間出ないということで。出させて。じゃないですか。片手だからね。確かに、なんでよ、ね、片手だからね。本当、やっぱさすがですね。いやいやいや、全然さ、片手感なかったもん。片手感、セカンドは正直めちゃくちゃ驚いた自分でも。ちょっともうシャンクとかいろいろ出るんじゃないかと思ったけど、ちょとんとしちゃったもん、うん、まあ普段の やってるからね、うん、ナイスです、はい、ナイスパーでした。ありがとうございます。ということで、まあ負けちゃったので、はい、スコアは一緒でしたけどね。まあ最後のエキシビジョンマッチで、はい、アプローチ勝負で勝たせていただいたので、オンラインサロンの方々にこのグローブをプレゼントしたいと思います。ありがとうございます、ね、そもそもさ、オンラインサロンってさ、はいはい、何してんの。僕のオンラインサロンは、まあ、あの YouTube の方はみんなにも、みんな向けに、うんうんうん、まあ、動画レッスンとかしてますけど、はい、オンラインサロンはその人のスイングを、あの動画をもらったものに対して僕が、まあ、どうなってるっていうのを動画で送り返したりしてたり、まあ、それとあのレッスンってこと。そうです、はい、直接自分でカメラで自分で何々さんはこうこうこうなってるかこうなってるっていう。すごい。まあ暇なんで。いや、暇なんでじゃなくて、すごいじゃないですか。まあせっかくコロナでちょっとなんか試合もなかったし、あ、まあ結構ゴルフやる方が増えてるっていうんで、それとそれで新しくゴルフやる方のために、あのブリヂストンさんが、まあ、あの力を貸してくれて、うん、ブリヂストンの商品が、まあ、かなりの、あの割引で、ね、あのプロ特別価格で、すごい、もう本当にボール1ダース買ってくれたらもう元取れちゃうぐらい、本当に、めちゃくちゃこれはいいんで、本当にぜひ利用してもらいたい。はい、ブリヂストンお買い上げの際はぜひオンラインサロンから、ね、オンラインサロン、鳥川みくオンラインサロンでよろしくお願いします。お願いします。 LINE の LINE で、はい、アットマーク数字の396、はい、ゴルフってやったら、あの、あ、そうなんです、LINE で追加できるんで、じゃあ概要欄に貼ってますんで、はい、いやー、いいコラボでした。ありがとうございました。またお願いします。いや、やっとコラボできた、はいはい、やっとコラボできました。まあ、続いてあれですよね、続いて、まあ、この2ホールしか見てないですけど、うん、雪乃先輩のレッスン、うん、はい、お願いします。飛距離アップ、はい、安定感を次回の動画で配信したいと思います。はい、はい、それでは、はい、チキラ。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録。このグローブが良かったなと思うことは購入ボタンとよろしくお願いします、はい、お願いします。チキラ。